クリスチャンの寄り道をお聞きの皆様、こんにちは。東京アンテオケ教会の千田富士夫です。今回は無理だと思ったのに、私が体験した逆転劇のお話です。サラリーマン時代の頃のことです。得意先の新規開拓、まあ、これは新しい得意先を見つけることですけれども、通常は固定客周りの営業をしながら、その合間に1日10社ほど新規回りをしていました。はじめは門前払いで話を聞いてはくれません。この門前払いというのは、話も聞いてくれないし、また事務所にも入れてくれないということです。この門前払いほど営業マンにとって辛いことはありません。新規回りをして半年経っても成果は上がりません。もう無理かなと思いました。でもこのことに関しては毎日神様に祈っていました。その日神様に祈りました。神様は思いを持ってこさえてくださいました。スマイル、笑顔を持って接しなさいと言われたのです。早速次の日から実践してみました。それがどうでしょう。新規開拓客の態度が一変したのです。トントン拍子に話が進み、新規が数多く獲得につながったのです。神様は笑顔という言葉を持って、私逆転劇を体験させてくださいました。神様に感謝します。それではまた。